地上波連続ドラマ初主演ということになりますが、はい、まずはその初主演、務められたお気持ちから伺っていいですか、はい、そうですすかそうねあの、まあ、初主演というのは多分人生で一度しかあの経験できないことだと思うのであの個人的にすごく印象的だったのは顔合わせの時に監督が僕はこの作品を代表作にしたいですというのをおっしゃっていてなんかそれを聞いた瞬間にいや監督はそう思うなら。 自分もその気持ちに負けないくらい初主演にして代表作になればいいなという思いでこのドラマを臨まさせていただきました、はい。今日はあのバレンタインデートを意識してコーディネートしてきていただいたのでぜひその辺りも伺いたいなと思うんですが佐藤さんは今日はポイントとしては,服装はそうは、ね、一応、市川という役を崩さずにあのサラリーマンがちょっとあの気合を入れすぎずあの砕けたかの第1ボタンとかもあえて外して。 ネクタイもちょっと緩めにちょっとこじゃれた感じで、はい、リラックスした衣装にしました。はい、そうでででですすすすねねねねいは抜け感ががああるるんですよ、ね、意外とんよよ、ねはい、映画とかだとあの撮影して1年後とかにまたキャストで集まって公開みたいなことが多いんですけどもこのライアーの場合は本当についこの間までで全員らいシーンも楽しいシーンも分かち合いながら撮影してて本当に鮮度を保ったまま今日集まれて本当に嬉しかったです。あの 皆さんんもおっっしゃってたんですけど、1話と2話をぜひあの僕は合わせて見てほしいなと楽しんでほしいなと思うのでその1話、2話までがもう初回だと思ってぜひ視聴者の皆さんには楽しんでほしいですあと本当にあの物語に嘘がないようにあの僕たちはその役を精一杯生きて演じたのでぜひあの登場人物どなたは好きな方は見つけていただいてもいいので。 誰かに感情移入できるような作品だと思いますあと、モノローグに今回はあのかなり重点を置いてまして挑戦的なドラマになっていると思うのでぜひあの監督もおっしゃってましたけども SNS などで感想を伝えてくれれば僕たちも嬉しいですしぜひあの、沼っていただいてこのライヤーっていうライヤー旋風を日本中に起こせるようなドラマにしたいと思いますのでぜひ放送を楽しみにしていてください。お願いいしまますすありがとうございます